ソチオリンピックまであと4ヶ月。フィギュアスケートの本格的なシーズンが明日、ジャパンオープンで幕を開けます。その会場、埼玉スーパーアリーナには、高橋大輔選手、浅田真央選手が来ています。小島さん、お願いします。はい、ということで練習の合間を縫って特別にこちらにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ高橋さん、集大成とも位置づけるね、ソチオリンピックに向かうシーズン、明日開幕です。お気持ちどうですか？そうですね、明日初めての、フリーの演技を披露なので、すごく楽しみにしてます。どうですか、浅田さんは現役最後という位置づけるシーズンですが、今の気持ちっていうのは？そうですね、オリンピックシーズンがいよいよ始まるなという気持ちですね。先ほどもお話ありましたが、フリースケーティングプログラムがですね、明日、いよいよ、初披露ということになりますが、どうですか、練習をしながらの手応え、今日も、行ってましたが、高橋さんどうですか？今日はちょっと調子が良かったので、明日すごく楽しみなんですけど、ちょっと暑いので、体力的に大丈夫かなっていう心配あるんですけど、でも楽しみにしてます。手応えとしてはどうですか？いけるんじゃないかなとは思ってますけど、明日は明日の風が吹くというふうに思ってるんで、とりあえず楽しんでやりたいなと思います。そして浅田さんの、集大成とも言うべきね、フリースケーティングプログラム、今こう練習してみた手応えと、それからどんな点を見せたいですか？今日の練習はまずまずだったので、自分も明日、ドキドキワクワクなんですけど、自分のできる精一杯の演技ができればいいなというふうに思っています。本当にいよいよオリンピックが近づいてくるという中ですが、明日改めて意気込み、高橋さん聞かせていただけますか、ジャパンオープンに向けて。今できる精一杯のことをやりたいなと思います。浅田さんいかがですか？自分も次につながるような試合をしたいと思っています。楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉スーパーアリーナからお伝えしました。生中継でお話を伺いましたが、世界中からトップスケーターが集まる大会ということで、非常に、楽しみですけども。そうですね、オリンピックシーズンいよいよ始まるわけですけれども、オリンピックで使われる曲や演技が明日初めて披露されるわけなんですよね。非常に楽しみです。明日、いよいよ、初披露ということになりますが、どうですか、練習をしながらの手応え、今日も、行ってましたが、高橋さんどうですか？今日はちょっと調子が良かったので、明日すごく楽しみなんですけど、ちょっと暑いので、体力的に大丈夫かなっていう心配あるんですけど、でも楽しみにしてます。手応えとしてはどうですか？いけるんじゃないかなとは思ってますけど、明日は明日の風。集大成とも位置づけるね、ソチオリンピックに向かうシーズン、明日開幕です。お気持ちどうですか？そうですね、明日初めての、フリーの演技を披露なので、すごく楽しみにしてます。どうですか、浅田さんは現役最後という位置づけるシーズンですが、今の気持ちっていうのは？そうですね、オリンピックシーズンがいよいよ始まるなという気持ちですね。先ほどもお話ありましたが、フリースケーティングプログラムがですね、本当にいよいよオリンピックが近づいてくるという中ですが、明日改めて意気込み、高橋さん聞かせていただけますか、ジャパンオープンに向けて。今できる精一杯のことをやりたいなと思います。浅田さんいかがですか？自分も次につながるような試合をしたいと思っています。楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉スーパーアリーナからお伝えしました。が吹くというふうに思ってるんで、とりあえず楽しんでやりたいなと思います。そして浅田さんの、集大成とも言うべきね、フリースケーティングプログラム、今こう練習してみた手応えと、それからどんな点を見せたいですか？今日の練習はまずまずだったので、自分も明日、ドキドキワクワクなんですけど、自分のできる精一杯の演技ができればいいなというふうに思っています。ソチオリンピックまであと4ヶ月。フィギュアスケートの本格的なシーズンが明日、ジャパンオープンで幕を開けます。その会場、埼玉スーパーアリーナには、高橋大輔選手、浅田真央選手が来ています。小島さん、お願いします。はい、ということで練習の合間を縫って特別にこちらにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ高橋さん、